第五代ボルトン公爵の紋章第五代ボルトン公爵チャールズ・ポーレットは、グレートブリテン王国の貴族、軍人、ホイッグ等の政治家。1754年から1759年まで、ウィンチェスター公爵の儀礼称号を使用した。第四代ボルトン公爵ハリー・ポーレットと、キャサリン・パリーの長男として生まれ、1728年から1729年に、 ウィンチェスターカレッジで教育を受けた後、1735年10月11日に、ケンブリッジ大学コーパス、クリスティカレッジに入学、1737年にマスター・オブ・アーツの学位を得る、1737年にイギリス陸軍に入隊、1745年に中佐に昇進した。また1741年には、リミントン選挙区の補欠選挙で当選して、 庶民委員議員になり、1754年、イギリス総選挙では、ハンプシャー選挙区に倶ら返した。1753年8月27日に、バスクン賞を授与され、1758年12月22日に、数密顧問官に任命された。 名誉職では1754年から1760年までロンドン党総督を1758年から1763年までハンプシャー党官を務め1761年のジョージ三世大冠式では女王の宝玉を持つ役割だった1754年12月に父がボルトン公爵の爵位を継承すると 自身もウィンチェスター公爵の儀礼称号を使用した。そして、1759年10月9日に、ボルトン公爵の爵位を継承した。1765年7月5日、グロブナスクエアの自宅で、拳銃自殺した。ホレス・ウォルポールはこの出来事について、なぜなのか、理由は何かは、誰も知らない。地の中に狂気が満ちていることを除いてと記述した。 未婚のまま死去したため、借位は弟ハリーが継承した。財産は、書室の娘ジーン・メアリー・ブラウン・ポーレットが継承した。1759年から1765年まで、グロブナースクエア37番地を所有し、1761年から1765年まで、ジョン・バーディーに改装工事を委託したという、ありがとうございます。